ブラックウォールナットの1回目のオイル塗装が終了しました。非常に綺麗に仕上がっています。耳もとても綺麗ですね。で、オイルを塗った後はすぐに拭き取るようにしてください。時間が経つとどんどん粘り気が出て拭き取りにくくなっていきます。で、拭き取るときにはウエスなんですけど、板となるべく同系色のものを使うといいかなと思います。まあ、今回ウォールナット、茶色なんですが、黒い、ウエスをこれですね使って拭きました。毛が、天板にちょっとつくんですけど、白いものとかだと結構目立つので、黒だと比較的目立たなくなると思います。同系色のものを使うといいです。で、オイル塗った後、拭き取ったんですが、銅管に入っているものがじわーっと後々だんだん出てくるので、30分おき1時間おきぐらいにこまめにまた、今日1日ぐらいは繰り返し拭いてもらうといいです。で、だいたい1日から2日すると乾きますので、ものによるんですけど、また2回目のオイルを、乾かした後もう一度塗っていきます。